丈夫か、リム。顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと？メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって、壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか、じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それでそのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど私にはわからないわ。合成の理屈はこいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が4本あれば1人で使えたかもね。1人なら息を合わす必要もないし。あら、4本あればいいのかしら。アディオは橋の前にいるみたいね。みんな準備はいい？
また巨像と戦わなきゃいけねえのかと思うと気が重いぜ。待て、アリオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかったのさ。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。あれこそが鍵だったのさ。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。あれが砂人の遺構か。なんだ、思ったより近いじゃねえか。だろ？だから目星も簡単についたのさ。こいつだ、見てろよ。砂ぼこり。嫌な予感がするわね。着いたぜ、砂人の遺構だ。ここの結界は見りゃわかるよな。またかよ、龍砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の龍砂、規模は小さいけど、それより流れは速いみたい。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか？まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいいはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。秘密だ。なあロビン、ルフィはリムのところに行って何するつもりなんだ？さあ、何かしらね。あ、ずるいぞロビン。その感じもう分かってるだろう。それじゃあ龍砂を超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの？面白いだろ。ある程度の物や動物くらいであれば持ち出すことは可能よ。待て待て、どういうことだよ。思い出の中から何か持ち出すってのか？いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるのか？キューブに変えることで持ち出せるようになるの。物によっては持ち出しておける時間に制限はあるけど。じゃあ大丈夫だな。よし、行くぞ。
引っ越しクラブを連れていくだと？ああ、いい考えだろ。引っ越しクラブならカニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。今回は俺とルフィとウソップか。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ輪。ちょっと待てルフィ、闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だがわからねえなら勘で行くしかねえだろ。多分こっちだ、ついてこい。よーしルフィ、ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ。なに？ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か？おう、なんでわかったんだ？手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。特別にこれはタダでやる。持ってってくれ。これって、キノコか？ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし、味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな、受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか？願い？突然妙なことを聞くな。俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだろう。願いね。強いて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかな。あんたのお墨付きともなれば飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼するよ。ん？仕入れも済んでないのに開店してたのか？ああ、ちょっと気が早かったかもな。とりあえず俺は行くよ。じゃあな。このキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか？案外簡単だな。肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろ。おいおい、お前ら、あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。もう食っちまったぞ。何？吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ブホゾロ。おい、しっかりしろゾロ。キノコそんなにまずかったのか？いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ？確か前にチョッパーが。アラバスタには
解毒剤に使える苔があるんだ。へー、そりゃ便利だな。もし俺がいない時に毒に当たった時はまずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。わかった、西の入り江だな。おい待て、ルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。任しとけ。本当か、俺はここでゾロを見てるから任せたからな。久しぶりだな。俺、苔を探してんだ。ゾロが毒で、苔がいるんだよ。この近くに苔があるはずなんだ。教えてくれ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。これがウソップの言ってた苔か。ありがとうな、マツゲ。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。大丈夫か？海賊狩りのゾロとその仲間の首もらったぜ。海賊狩りが倒れてる、今がチャンスだ。ルフィ、早く戻ってきてくれ。ウソップ、ルフィ、おせえよ。悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした。仲間が一人増えたところで何だってんだ。やれ。うわ。来るぞ、ルフィ。おう。これは逃げねえ。戦うって決めたんだ。よし、かかってこい。ゴムゴムのジェットウィン。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。ここまで腕が上がると。ゾロ、これを飲め。ルフィが取ってきてくれた薬だ。もう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだ、ゾロ。
ああ、よく寝た。いや、のんきすぎるわ。お前、毒で倒れて死にそうだったんだぞ。そうだったのか。覚えてねえのかよ。お前が倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。そうか、そりゃ悪かった。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。え？お前、俺たちに毒キノコを渡してきた商人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それはなんだ。俺たちメモリアに戻ってきたのか。その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな、ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんておかしな話ね。おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けば分かるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。さっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ。おい、あいつあの商人じゃねえか。なんか様子がおかしくねえか。ひとまず声をかけてみるか。だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ、何言ってんだお前。兄貴さんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがって、この野郎。お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえ、どの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろや。おい、な、てめえらは麦わらの一味。このおっさん仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら、てめえらからやっちまうぞ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ、覚悟しやがれ。お前らがその気なら受けて立つぞ。これは逃げねえ、戦うって決めたんだ。二刀流、いよい羅生門。修行にはちょうどいいな。そこをどけ。
さあ、喧嘩だ。くだえ。この喧嘩、俺たちの勝ちだ。どうして俺を助けた？あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それよりお前が言ってた良かったってのはどういう意味だ？毒キノコを渡してきたのはお前なのに、ゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが、本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか？最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか？ああ、そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。ああ、俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか？もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから。うん、恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。そう言われてもな。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。ありがとう、本当にありがとう。そういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし行くぞお前ら。いや、よーし。ああ、うん、ああ。待て待て。おい、お前ら。ああ。ブイー！何堂々と話しかけてんだ。こいつら麦わらの一味だ。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。
つーか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。あ、何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。兄貴にもやめさせる。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。やるか。俺の出番か。次はドイツだ。おいおい、こりゃ何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは商人として真っ当に。はあ、笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだ。これまでのことは感謝してる。でも最近はいくらなんでもやりすぎだ。海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世は金だ。金が手に入れば何だっていいんだよ。そんな、こいつ全然話を聞かねえな。弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろう。弟なら兄貴の言うことに黙って従っておけばいいんだよ。そんなのはもうできない。この分からず屋が。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞお前ら。試してみるか。やってやろうぜ。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの火炎星ピストル無機。こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、こんなにボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやり方じゃなくたって生きていけるよ。だからお願いだよ、兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけで、お前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったな、おっさん。ああ、本当に本当にありがとう。いいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ、
お帰りなさい。今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいね。なんか大変だったけどな。でもおっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。こんなに早く戻ってくるなんて、もしビビに会ったら、なんて言えばいいのかしら。あの人はどうして、他の人のためにあんなに頑張れたの？それにあなたたちも。ビビは、この国を大切に思ってるの。家族のように、大切に。家族？よくわからないわ。あなたたちの言う仲間というのも。あの島にはあなたとアディオ以外はいないの？ええ、私たちだけ。私はアディオが島に来るまでずっと一人だった。ずっと一人でいたのか、あの島に？昔のことはあんまり覚えてないのだけど、ずっとワフルドにいるわ。いた！カニだ！相変わらず大きいわね。え？連れて行くってあれのこと？さあリム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ。大きすぎる。できねえのか？こんな大きいもの、常識的に考えて無理でしょ。大きすぎててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつなら大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ？総裁殿の地下にいたコガニーだよ。なるほどな、あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。ガッキャン！よし、着いた。コガニーはどこだ？確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。キャー！クワ！あんたたちの噂は聞いているっす。ぜひ出会わせ願うっす。だってシッシッシ、いいぞ、やろう。ちょっとルフィ、本当にやるの？ああ、やる。はあ、わかったわよ。思う存分やんなさい。邪魔だ！ゴムゴムの！まだやるなら相手になるぞ。見事っす。俺の負けっす。クンフージュゴンの掟に従い、あんたの弟子になるっす。だって。よーし、よくやったルフィ。すべて俺の教えた通りだ。そうなのか。ウソップすげえ。修行してウソップとも戦いたいって言ってるぞ。また機会があればな。今回は力を見せられなくて残念だ。はいはい。
それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよくわかったわね。他人とこで話を聞いていたんだろう。あの時近くに何匹かいたからな。え、またなんかいる。あんたたちが噂の海賊っすね。他の仲間からあんたたちの話を聞いているっす。いざ尋常に勝負っす。だって前に戦ったやつらとは別なんだな。そうだ、よかったなウソップ、今度こそ力を見せるチャンスだぞ。え、いや俺は。そうなのか。じゃあウソップ頑張れ。いや待て待て、見るからにさっきのやつより強そうじゃねえか。よかったわね、活躍のチャンスよ。なみお前。何が起きてももう動じねえ。見たか、これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。見事っす、俺の負けっす。あんたの弟子になるっす。そしてもっと修行するっす。だってはあ、キリがないわね。もうやらねえ。誰か俺の治療をしてくれ。今ので終わり？さ、どうだかな。おいおい、空風呪文しかいねえじゃねえか。いや、ちゃんと匂いはするから。コガニーはきっと奥の方にいるんだ。はあ、手合わせをって言ってるぞ。どうするルフィ。よし、いいぞ。準備 OK だ。三刀流奥義三千世界、行くぞ。二刀流いよい羅生門。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しない。あ、いたぞ、あいつだろ。あの時はありがとう。僕にできることなら何でも協力するよって言ってるぞ。そう、助かるわ。早速協力してもらいましょう。リム、お願い。よし、あとはもう帰るだけだな。頼むぜリム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで戻らないといけないわ。メモリアからキューブを持ち出すにはそうしないといけないの。なんだよ、またあの砂漠を越えるのか。分かってりゃそのメモリアキューブをここまで持ってきたってのに。ダメよ、メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。壊れでもしたら何が起こるかわからないわ。ダメだぞウソップ、そのキューブに触れちゃ。お、俺はキューブに触っちゃいけない病だった。よし、じゃあ港に戻るぞ。
菜の花に急ぐなら良いさを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。メモリアキューブ、この世界を見せているキューブよ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち出せるのか？そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわー、でっけえキューブが落ちてきた。どうすんだよリム、あのキューブが壊れたらメモリアは大変なことになるんだろう。落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さくなりやがったな。ここにさっきのキューブを入れると、コガニーのキューブが吸い込まれていくぞ。不思議なもんだな。これでいいのか？そう、これでいいわ。さあ戻りましょう。戻ってきたな。リム、体調は？平気。私のことは気にしなくていいから、早くアディオのところへ行きましょう。フランキーのやつは大丈夫か？あの状態じゃサニー号はフランキーに任せるしかねえよな。いや、修理のことじゃねえんだ。島の沖合で海軍船が張ってやがる。海軍か、面倒なやつらだな。だがここは嵐に守られてる。おいそれとは上陸できないさ。面倒？あんた海軍と揉めたことでもあるのか？俺もあちこち探検してるからな。頭の固い海軍との小競り合いもあったさ。まあ中には話の分かるやつもいたかな。アディオ、あなた実は海軍なんてことはないわよね。どうだかな。よし、宴だ。賑やかになりそうね。さてと、行くか。ところでリム、メモリアから何を連れてきたんだ？カニよ。ん？カニだと？よくわからねえが、そいつは楽しみだ。じゃあ、いい？あの子を出すわ。頼むぞ、コガニー！行くぞ、出発だ！
だと？二人とも暴れないで。プレイステーション。